モスバーガーを運営するモスフードサービスは、ハンバーガーなど定番商品を10円値上げします。来月29日からで、全体のおよそ4割にあたる45品目が対象です。原油価格の高騰や円安の影響で、食材や包装資材の価格が上昇しているためで、マクドナルドも今月13日から地域ごとの価格体系の見直しをしていて、今後も値上げの動きが広がりそうです。